はい、こんにちは、116インズです。野球というスポーツは点を取らなければ勝つことができませんので、高校野球ですとか、あるいはロサンゼルス近郊にお住まいのあの方を除いては基本的に一人の力だけで勝つことはできませんよね。 MLB では今や両リーグ DH 制なので、そもそもピッチャーが打って貢献することも難しくなってしまいました。そのためピッチャーの勝ち負けは本人の実力だけではなく運に左右される部分もあり、すごく勝ちに恵まれる選手もいれば、いいピッチングをしているのになかなか勝てない選手もいる。例えば前世紀のジェイコブ・デグロームやキング・フェリックスなんかはそのいい例かと思います。だからこそ野球選手の評価手法が発展した現代では、投手の勝ち負け自体はそこまで重要視されないわけですが、とはいえ実際にプレーするピッチャーとしては気にしてしまうところ。そんな勝ち運負け運の話をしていきたいわけですが、今年の MLB で一人凄まじい負け運を発揮している選手がいます。それがカンザスシティロイヤルズのジョーダン・ライルズです。今季ここまで15試合に先発したライルズは、投手として0勝11敗、防御率は 6.72、ベースボールレファレンスサースのウィンザボリプレイスメントはマイナス 1.2 と、本人のピッチング自体も良くないことが伺えますが、ライルズの負けっぷりは単に0勝11敗という成績にとどまらず、彼が今季先発した15試合全てにおいて、ロイヤルズは敗戦していると。ロイヤルズはライルズが先発した試合で開幕15連敗中であると。先発陣チームが開幕15連敗を喫したのは MLB 史上ワースト記録らしく、またピッチャーとしても現在0勝11敗のライルズですが、あと3つ負けがついてしまうと、1979年、当時アスレチックスでプレーし、後に日本の阪神でもプレーすることとなるマット・キーヨの0勝14敗の記録に並ぶ可能性もあり、とにかく負けが込みすぎて不名誉な記録をすでに達成してしまったか、あるいは近づいてしまっていると。ロイヤルズは今季しれっとアスレチックスと並ぶ勢いで勝てていませんので、まあ先発投手の負けが増えてしまうのはやむを得ない部分があるにしても、それにしたってこのレベルで勝てないのはさすがに負けすぎない印象も受けます。ロイヤルズとしてもライルズを獲得した時、まさかこんなことになるなんてとは思ってもいなかったでしょう。レンジャーズ時代の2021年、そしてオリオールズ時代の昨年2022年はイニングイーターとして渋い活躍を見せていまして、昨年オリオールズでは32試合に先発して防御率 4.42、 179回はチームトップと、若手が中心で、またメジャーマイナー含め有望な先発投手も成長中なチームの中で、1年間しっかりイニングを食いまして投手陣を守りましたし、また昨年のオリオールズは大方の予想に反して後半戦に入ってもプレオファラスを続けたのが記憶に新しいかと思いますが、ライルズはその中でチームを勝利に導くピッチングを見せてくれたのかなと。後半戦ライルズが先発した試合では、オリオールズは10勝3敗、オリオールズ投手陣の中ではエース級の投球を見せて、最終的にはプレーオフ進出とはならなかったにしても、シーズン最後の最後までヒリヒリとしたゲームを続けることができた一因にはこのライルズの活躍もあることでしょう。オリオールズと同じく期待の若手選手の多いロイヤルズとしては、イニングをしっかり食ってほしい、2022年苦しかった先発陣に少しでも計算できる選手を加えたいという願いも込めて、オフに2年総額1700万ドルとなかなかの規模の契約を彼に与えたと思うんですが、今のところイニングはぼちぼち食ってはいるものの、ここまで負けに見舞われる展開はさすがにロイヤルズとしても予想外でしょうか。カンザスシティ1年目は悪夢のようなスタートとなってしまっていますが、まあ先ほども少し触れた通り、ライルズのピッチング自体は良くはないので、負けが増えるのはやむを得ない部分はあります。ここまで規定投球回に到達した選手の中で、ライルズの防御率 6.72 は MLB ワーストの成績ですし、特にホームランの多さにかなり悩まされている感じですかね。9イニングあたりで許したホームランの数 1.9 本は、規定到達者ではワースト2位。先発15試合のうち5失点以上した試合は7試合もありますし、勝利確率の増減にどれだけ寄与したかを示す WPA を、ライルズ1人で 10% 以上押し下げた試合も11試合ありますので、負けが先行するのは仕方ない成績なり、ピッチングではあります。それだけ失点していたら、まあ勝つのは難しい側面もあるでしょう。ただじゃあ15先発全部チームが負けるほどだったかと言われたら、まあおそらくそうではなく、ライルズの15先発を振り返ってみても、実際のところいくつか勝てた試合もあったと思うんですよね。例を見ていくと、4月11日のレンジャーズ戦、この試合でライルズは7回途中4失点ビハインドで降板しますが、ロイヤルズは9回に同点、延長10回に勝ち越しに成功し、その裏勝利まであとワンアウトに迫るもサヨナラ負け。5月4日のオリオールズ戦ではライルズ5回8失点ととことん打たれたものの、味方が7回に逆転し、チームとしては勝てそうな展開だったんですが、再逆転を許してこれも負け。6月2日のロッキーズ戦は5回1失点の好投を見せ、1点リードでブルペンに託すも、ブルペンがまさかの6失点でまたも敗戦。そして前回先発の6月19日タイガース戦では、6回3失点のクオリティスタートで試合を作り、チームも6回終了時点で3点リードと非常にいい展開だったんですが、7回も続投したライルズが2人のランナーを残し、ブルペンがそれを全部残すどころか一気に逆転まで許してしまって、これもまた敗戦。まあピッチャーとしては11連敗。チームが彼の先発試合15連敗するには、こういった感じでタフな負けも当然あるわけですよね。
どれか一つでも勝てていたら全然違ったと思うんですが、こればかりは野球の厳しさですかね。正直不憫な負けも経験してのここまでの連敗ですが、一方で個人的にライルズはこういった状況でも自分の仕事をしようとしている、随所でベテランらしさを見せようとしている点はかっこいいなとは思っているところです。確かに彼のシーズン全体のピッチングが良くはないものの、例えば5月9日のホワイトソックス戦、この試合は悪天候で試合開始が2時間も遅れた中でライルズはマウンドに立つこととなりましたが、テンポいいピッチングで9回6安打4失点の完投、十分勝つチャンスをチームに作ったと思いますが、ただ残念ながら打線の援護には恵まれず、この試合敗れてしまいます。開幕からずっと勝てていない中で、本人としても完投しても勝てないのかよと正直思う部分もあったと思うんですが、ただ試合後のライルズのコメントは、ブルペンを温存できてよかった、この試合がホワイトソックス4連戦の2戦目だったんですが、残り2試合ブルペンを温存できたことでまだシリーズ勝ち越しのチャンスはあるし、それに向けても大きかったのではとチームファーストの姿勢を見せています。実際にこの後の2試合に連勝してロイヤルズはホワイトソックス相手に勝ち越していて、ライルズの完投はそういう意味でも大きかったと思いますし、これぞベテランという感じのコメントだったと思います。ショートのボビー・ウィット・ジュニアはライルズについて、彼はワークホースでいつもブルペンを温存してくれる、どうにか勝たせてあげたいと話していましたし、ロイヤルズのマット・クワトラーロ監督も、ライルズがチームのために常に1イニングでも多く投げようとしている点をしばしば褒めるコメントも出しているところです。投球内容に反してチームからの信頼がこうして厚いのは、やはり本人の姿勢による部分も大きいかもしれませんよね。またライルズの役割自体もとても難しいものであるとは思うんですよね。再建中のチームで攻守に他のチームと比べて援護が少ない、なかなか勝ちに持っていきにくい中で、イニングを食うというのは精神的なきつさもあるはずで、簡単にできるものではないでしょう。まともにシーズンなり試合なりを進行させてくれる先発投手の大切さは、特に今季序盤のアセチックスあたりの苦しさを見るとよく感じるところでありますし、まあもちろん今のライルズがどれだけまともにシーズンを進行させる先発投手かと言われたら、正直微妙な部分もあるとは思いつつも、どれだけ打たれながらも負けながらもマウンドに立ち続けていることに全くの意味がないとまでは言えないのかなとは思っています。という感じでそろそろ連敗を止めたいライルズですが、次の先発はこの動画が上がった翌日、現地6月24日のタンパベイレイズ戦に先発予定です。よりにもよってリーグナンバーワンのチームとの対戦というのは、彼の連敗記録を止める上では大きな障壁となってしまいそうですし、そもそもロイヤルズとしても厳しい戦いになりそうですが、果たしてこの記録はそろそろ終止符が打たれることとなるのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。